衆院静岡5区には政治団体愛・地球党の新人千田光氏も立候補しています。愛・地球党より立候補いたしました千田光です。この富士の麓からすべての世界に向けて光を注ぎたいと考えております。世界平和の実現や分かりやすい税制度への改革を訴えている千田氏。富士市内にある建設会社の社長で、業界が置かれた現状にも危機感を抱いています。建設業の人離れとかですね、こういうものが深刻化しておりまして、これをまず何とかしたいと、自分たちの産業を守りたいと、そういうことから始まったんですが、みんなが平等でですね、平和に暮らせる世の中を作りたいということが一番ですね。はい。そのためにはどういうものが必要だと考えますか？まずですね、これはガラス張りの政治ですね。偽りなくですね、はい、国民の皆様にちゃんと説明をすると、そういった世の中に変えていく必要があると思います。せーの。選挙戦では草の根の活動で支援を広げていきたい考えです。今さら選挙行っても変わらないわと、そういう意識が今強くてですね、もう世界的に疲弊している中でですね、もう私がですね、その一筋の光になれればと、はい、そのためにここに立っていますっていうのが私の意気込みですね。はい。